すみません、ルシファー様。どうしてすぐに教えてくれなかったの？いや、その…目が覚めたと言っても、ほとんど夢うつつでしたし、しばらくは起きたり眠ったりで、あなたを呼びに行ける状況ではなかったんですよ。それにベリアル様が…いえ、すみません。忘れてください。ベリアルが何よ。あ、ですから忘れてくださいって。口止めされているわけではないですけど、言ったらきっと機嫌が悪く。言わなかったら私の機嫌が悪くなるわよ。ベリアルは君に気を使ったんだよ。きっと君は眠れないだろうから、知らせに行くのは遅い時間にしてやってほしいってさ。ベリアルがそんなことを？確かになかなか寝つけなかったけど。そうそう、ま、実際はだいぶ可愛げのない言葉だったけど。あの時あなたは寝ていたんじゃないんですか？起きていたのならベリアル様に直接報告できたでしょう。あの時はほとんど寝てたようなものだよ。ベリアルの言葉だって夢うつつに聞いたんだから。でも随分顔色も良くなったわ。人だったらそのまま死んでしまっていたかもしれない。それにしてもアデル、あなたからも彼女に用があったんじゃありませんか？私に？目を覚ました後、何度かあなたのことを呼んでいたんですよ。アデルの意識もなかなか安定しなかったので、結局遅くなってしまいましたが。ああ、うん、ちょっと君に言いたいことがあって。イスラフェルがいたよ。え？イスラフェル様がいた？僕を襲った部隊の指揮を取っていたみたいだね。直接はやり合わなかったけど。ああ、だから損害が大きかったんですね。ただの SS 部隊にしては妙だと思っていました。あと、僕の名誉のために言うけど、敵は全員天使だったからね。しかも対悪魔用装備付き。おまけにあの人数、あれで正義を解く天使なんて、ほんと笑っちゃうよ。イスラフェルに全員完全武装の SS 部隊ですか。それはまた随分と厄介ですね。ああ、奴ら結構本気になってきちゃったみたいだね。これからいろいろと面倒になりそうだよ。ってもちろん君を手に入れることにだよ。似たような襲撃はこれからさらに多くなるだろうね。そんな不安げな顔をしないでください。私たちがいる限りあなたには指一本触れさせませんから。ちょっとそんなことしなくていいわよ。だって私に頭を下げられても困るわ。もしかして私の力では不安ですか？確かにベルたちに比べたら頼りないかもしれませんが。いや、そういうことじゃなくて。あの辺と比べても疲れるだけだよ。君が彼らに勝てないってことは認めるけど。そうですよね。はいはい、落ち込まないの。でも
僕ももっと強くならなくちゃね。とにかくアデルの顔も見られたし、私はもう行くわ。ベリアル、何をやっているの？そんなところで。別に、わざわざ語るほどの理由はない。それよりも、なぜそんなにも驚いているのだ？あなたが外にいるからよ。花が似合わないんじゃなくて、日の光に違和感があったのね。うるさい。お前は何か用事があって来たのだろう。それは。だったらそれを済ませてすぐに立ち去れ。別にないわ。私もあなたと同じよ。なんとなく来てみただけ。あと、アデルから聞いたわ。気を使ってくれてありがとう。俺は何もしていない。どうせあいつが大げさに言っただけだろう。お前に気を使うほど俺はそんなに優しくない。分かったわ。お前は花が好きなのか？なんだ、この程度のこと今更だろ。お前は俺の前で脱いだこともあるのだから。着替えただけよ。もっと別の言い方があるでしょ。ああ、そうだったな。ではなぜそんなにも赤くなる必要がある？だってそんな。どうせならもう一度するか？今度は紅茶抜きで。もうちょっと離れて。この程度の距離もう何度も経験しているはずだろう。キスだってしたのだから。今はダメ。見ていたんでしょ。耳元でわめくな。くそ。リリスはお前にどういう教育をしてきたんだ。いいの？汚れちゃうわよ。別に構わない。それよりも気にしなくてはならないことがあるだろう。誰かが騒いでくれたおかげで俺はまだ頭が痛いのだが。花は綺麗ね。落ち着くわ。ごまかすのならもっとうまくやれ。子供でもまだお前よりはうまいだろう。だが、そっか、お前は花が好きなのだな。ええ、そうね。とりあえず嫌いではないわ。はっきりしないな。今落ち着くと言っただろう。でも花束よりも花壇の方が好きなの。そう考えると本当に好きなのかって不安になるのよ。見た目はそれほど変わらないだろう。でもやっぱり違うわ。
雨の日も風の日も、いつか太陽が出てくるその時まで咲いている花。今の状況を受け入れた上で頑張っている。だから私はきっと花が綺麗だって思うのよ。で、なんで私こんな恥ずかしいことを言っているのかしら。風に負ける花も雨で流れる花もある。それについては何とも思わないのか。よかったわ、ここにいたのがベリアルで。いいのよ、それはそれで。あ、もう忘れて。忘れられるか、ルシエル。お前は美しい、花なんかよりもずっと。何を見ている、さっさと行け。あなたはどうするの。俺ももう少ししたら戻る。今はお前の言う違いとやらを探したくなった。ベリアルと散歩でもできたらいいかもしれないわね。人が少ないのね。またこっちに来ちゃった。何度も見たけど、やっぱり私だなんて思えないわ。天使、ルシファーか。どんな人だったのかしら。話を聞けば聞くほど私とは違うんだって気になるのよね。その方は明けの明星、まさに輝く星のような方でした。タロト、全然気配がしなかったわ。ああ、すみません。驚かせてしまいましたね。あなたがあまりにも熱心に見ていらっしゃるので、声をかけ損ねてしまいました。そう。美しいですね、やはり。アスタロトも悪魔だったっけ。ルシファー様ほど気高く美しい方を私は見たことがありません。落ちてなお揺らがないその誇りも強さ、何もかもが私には眩しかった。私たちは皆ルシファー様を慕っていました。ですがあなたは誰のことも振り返りはしなかった。え？あなたの魂は常に孤独でした。何の支えも必要としない、誰の手も借りない孤高の汚れなき魂。神に愛されすぎたがゆえに魔界へと落とされてしまう。まさに悲劇の天使です。ですがどんな悲劇の中でもあなたの魂は輝きを失わなかった。アスタロト、私がここにいる限りは。その輝きは今でも失われてはいません。今はただ少し埋もれてしまっているだけ。
ですが、私はあなたを。私も行くから。そんなにルシファーが大切だったのね。地上に落ちても私のことは見てくださらないのですね。あなたはいつも。夢じゃない、これはルシファーの記憶。でもいつの記憶なんだろう。ルシファーはベリアルのことをどう思っていたのかしら。ベリアルは上司と部下って言っていたけれど、本当はもっと違う関係だったんじゃないかしら。私がルシファーならあんな風に笑ってくれるのかしら。すごく変なこと言ったわよね。そうよ、夢の中のルシファーに引きずられていただけ、それだけだわ。このまま眠りたくないな。私よ、ルシエル。もう寝ちゃった？こんな夜中に何の用だ？なんだか眠れなくて。子守歌ならリリスにでも頼め。俺には求めるな。悪魔だし酒には強そう。別にそんなもの求めてないわ。一人になりたくなかっただけ。入ってもいい？随分と控えめな態度だな。いつもの強気はどうした？少し気味が悪いぞ。私だって遠慮する時くらいはあるわよ。まあいい。俺も退屈していたところだ。少しくらいなら付き合ってやる。ありがとう。これならお前もそれなりに楽しめるはずだ。私飲めないわよ。こういうのは雰囲気が大事なのだろう。別に飲まなくても構わん。とりあえず席につけ。確かにそうかもしれないわね。香りが強いものを選んだ。酒は眺めているだけでも面白い。それで一体どうしたんだ？わざわざ俺の部屋に来るくらいだ。何かあったのだろう。大したことじゃないわ。退屈だと言っただろう。いいから何があったのか話せ。でも話くらいなら聞いてやる。
たが笑っている夢を見たの。俺が？くだらないな。そんなものはただの夢だ。ええ、でも穏やかで優しい笑顔だった。何を言い出すかと思えば、まあ問題がないのならそれでいい。それから傷ついたあなたが私に置いていけって叫ぶの。それで、そんな夢を見たから俺のところに来たと。バカバカしい。なぜ俺がそんなことをお前に頼む必要があるというのだ。そうね、でもそんな夢忘れてしまえ。お前は、私同じ光景を違うところでも見たわ。地下のクリスタルに初めて触れた時、もっと鮮明に見たのよ。傷ついたあなたに手を伸ばしたのはルシファーなんでしょ。どこまで見た？それを見たのはクリスタルに触れた時だけか？ええ、あの、答えろ、なるべく正確に。クリスタルに触れる前も夢で見たことがあるわ。それと私が見たのはあなたが私、ルシファーの手を掴んだところまで。あの時あなたが手を伸ばしてくれて嬉しかった。やっとあなたが私を頼ってくれたような気がして愛おしいとさえ感じたの。ねえ、これってルシファーの感情なの？あれは一体何のための戦いだったの？そうか、よかった。気は済んだか？それならまず椅子に座れ。そのままでは落ち着かん。水を飲みたいのなら勝手に飲め。一応ワインの隣に出しておいた。あ、ごめんなさい。別に構わん。面白いものが見られたと言えなくもないからな。そうなの？あいつの考えが分かって少し安心した。どういうこと？こっちの事情だ。お前が見た光景はおそらく打点の時のものだろうな。俺の記憶とは若干ズレがあるが、ルシファーから見るとそういう解釈になるのかと思えば納得できる程度だ。打点ってルシファーが悪魔になった時？それでなぜあなたが怪我をしているの？ああ、そういえば話していなかったな。ルシファーが打点をした時でも間違いではないが、その時俺も共に打点をしている。俺も天使だったからな。え、天使？ベリアルが？違うのも当然ね。似合わないだろう。自分でも分かっている。そんなことはないと思うけど。俺は向いていなかった、あいつと違って。でも俺はルシファーほど立派な天使ではなかったが、敵意を司る天使などいつ打点してもおかしくないだろう。最初から決まっていたのだ。
俺は今でもそう思っている。そうなのかしら。あ、じゃあベリアルはルシファーが打点した理由を知っているの？いや、俺が気がついた時にはもう手遅れだったからな。詳しい事情は俺にもわからない。あの時のことを思い出すと今でも悔しい気持ちがよみがえる。そう、聞いてみたい気もするけど、ベリアルはどんな感じの天使だったの？やっぱり性格とかも今と違うのかしら。そんなことを聞いてどうする。あえて答えるなら、そうだな、今と同じだ。そうとしか言えない。そうなのね。悪いな、あまり印象がないんだ。次は何を聞こうかしら。そういえばベリアルはどうして打点したの？あ、もちろん。え、なんで？私そんな変なこと聞いた？いや、そのこれはだな。ベリアル？こんなことこいつに言ってもいいのか。て、そんなこと考えている場合じゃないわ。はい、とりあえず飲んで。ああ、すまない、失態だな。本当に情けない。大丈夫？俺があの時打点をしたのはひどく独りよがりな理由だった。だからルシファーにも置いていけと言ったのだ。あのまま俺を連れて行けば逃げられるかはわからない。結果だけ言えば無事に逃れられたが、あの時は分の悪い賭けだと思った。俺が落ちた理由は簡単だ。そこにルシファーがいないから。それだけだ。ルシファーがいない？そうだ。ルシファーが打点したと分かったとき、俺に残されたのは絶望だった。ルシファーのいない天井など俺にとっては無価値でしかない。俺はお前が好きだった。いや、愛していたと言ってもいい。お前は俺の全てだった。お前がいないのなら世界になど何の意味もない。愛している。俺の生きる意味は全てお前が持っているのだ。でもどうしてそれを私に言うの？あなたが愛したのはルシファーでしょ。ルシファーとあんなに綺麗な彼と比べられていたら、確かに俺が愛したのはルシファーだ。だがそれは同時にお前でもある。この意味が
エリアル。お前の魂はお前だけのものだ。他の何者にもなりはしない。私もルシファーっていうこと？少なくとも俺はそう。それが私に向けられた言葉ならよかったのに。目を閉じろ、ルシー。ずいぶん長く話し込んだな。もう寝ろ。人の身で夜を明かすのはつらいものだろう。見送りぐらいはしてやる。来い。あなたは眠らないの？特別眠る必要はないからな。気が向けば眠る時もある。気にするな。そう。良い夢を、ルシエル。安心しろ。もう昔の夢など見ないだろう。どうして？そういうまじないをかけた。効果は保証する。それとも俺の言葉など信じられないか？ありがとう。おやすみなさい。私の魂はルシファーのものだとしたら、今ここで考えている私は一体何なのかしら。ベリアルに似ているとは言われたことはあるけれど、似ているっていうことは結局違うものだってことでしょ。ルシファーはベリアルのことどう思っていたのかしら。それでもよかったのかしら。恋なんて一生縁がないと思っていたのに。ここに来てから本当にいろいろあったわ。でも、もうすぐ終わる。もうすぐ。